余った水菜のサラダをグラタンに変えていきます。まずソースを作りますね。醤油、そしてわさび。オイコスのヨーグルト、無糖です。マヨネーズ、混ぜていきます。味噌を入れてもいいですよ。味噌入れても美味しいと思います。和風ですから。トースターで焼いた揚げをパン粉代わりにします。アボカドも入れます そしてチーズを混ぜますね。ちぎって入れます。
2つ。和風なんですが、洋風っぽくにもなりますね。で、上にスライスチーズをのせて、これをパン粉代わりに そしたらオーブントースターで焼きます。トースターに行きます。余っちゃいました。これはサラダはサラダとしても食べます。今トースターで焼いてます。もうそのまま生で食べれるような具材ばかりなので、上の部分が焼ければ大丈夫です。できるかな、できるかな。出来上がり。出来上がりです。